皆さんこんにちは。今回はタイガくんのママウリちゃんのハンドネイルです。前回のハンドネイルがこちら、じゃーん、マグネットネイルやりました。これね、やってからまだ4週間半ぐらいかな、5週間も経ってないんですよね。なのにね、もうこんなに伸びてるの、びっくりしちゃった。まあ伸びはね、多少違うかな。夏の方が伸びるのは早いと言われてます。爪あったかい方が多少違うんでしょうけど、でもやっぱデザインだね。根元がクリアのラメグラ、ずっとやってるのでラメグラに比べたらやっぱり伸びるの気になりますね。伸びてきたのがパッと見てももう根元が伸び伸びだもんね。でね、今回なんと、まあいつもみたいに2ヶ月も経ってないんですけど、こちら左手でしょ、こちら右手、なんと全部残ってる。ふっふっふっふ。ちょっとね、なんだっけ、大河くん、ずっと調子悪かったんですよ。取れやすかったの、自分のもお客さんのも、梅雨の時期からかな、6月から6、7、丸2ヶ月、8月の頭ぐらいもちょっと入ってた。調子悪かったんです。みんな全員平等に取れやすくって、ひどい人はね、数日で剥がれちゃってたの。で、どうしようかなと思って考えて、いろいろまあ試したんですけど、最終的には8月に入って頭、このネイルをやる直前ですね、もう最後のこれが賭けだと思って、ベースを同じメーカーの同じものなんですが、新しく新品に変えました。そしてライト、ネイルを固める UV ランプ、これのライトを、中身ランプ取り替えられるんですね。それをすべて、4本あるものをすべて新しいものに取り替えました。そしたら大丈夫でしたね。で、その後お客さんからも続々と結果報告の声が届いていて、大丈夫ですっていうことで、みんな 100% この私のこのネイルをやった後にやってるお客さんは 100% 持ってますね。よかったよかった。ちょっとね、かなり調子が悪かったのでスランプかなーなんて思ってたんですが、このままだとお客さんね、やってもまたすぐ取れちゃって、お客さんにももちろんご足労いただいて、来てもらって時間作ってもらって来ていただいてるのに申し訳ないし、自分もね、やっぱりすぐ取れちゃってやり直しだったり返金だったりすると、それだったらもうやらない方がいいんじゃないって思い始めてもいたんですよ。なのでまあ休業、フットは割と取れにくいのでフット専門にするか、もうハンドはしばらく、まあ冬ぐらいになったらね、乾燥する季節になったら試してもいいかなとは思ってたんですが、ちょっとしばらく休業かななんて思ってもいたんです。で、実際7月の中旬から8月の前半まではお客さんにもなんだかんだで予約を伸ばしてもらったり減らさせてもらってたりしたんですね。ただ何人かご協力いただいたお客様、皆様ね、モニターさん全て持っているとのことなので、よかったよかった、スランプ抜けました。長かった大河くん、2ヶ月もスランプだったよ。結局ね、そのベースが悪かったのか、ランプが悪かったのか、はたまた季節の問題なのか、温度湿度わからないんですが、まあとりあえずこれでね、この同じ条件を変えなければ大丈夫かなと思って、また通常通り営業いたしております。というわけで、自分のネイルも今調子いいもんだから、またすぐ変えちゃおうかなと思って、長さもね伸びてきたので変えてみようと思います。また今回も3日間に分けてかな、今日オフやって明日ケアやって、最後の3日目にジェルの塗りかな。大河くん、見守っててください。今回はラメグラです。
それではネイルスタートです。いいか、いいか。
セガ君、昨日ママネイルやったんだよ。ほら、じゃーん。これね、緑色に見えるんだけど、水色なの。どう？涼しくなってきちゃったから季節に合わない？いいでしょ、もうちょっと夏気分味わっても。たがこのブルーのお洋服と水色のネイルで合わせてみました。ほんと緑に見えるんだよね。どう、たがこ、キラキラして綺麗？うん、ありがとう。以上で長い動画終わりです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。